いらっしゃいますか、奥様。<laughs> ええ、いるわ。どうぞ。お風邪でも引かれましたか いいえ、今日も元気よ。ちょっとずぶとすぎるかなってくらいに。お元気なのはいいことです。奥様が暗い顔をされていらっしゃると、エスタ様もお元気をなくされて、私ども。<laughs> そんなことないでしょう。い,いえ、本当です。 除去します。え殺すってこと奥様がお休みになるのに邪魔でしょう。別に邪魔じゃないわよ。そのうち出ていくだろうし、わざわざ殺す必要はないじゃない。 あの蝶が何かに必要なのですかもうあなたまでエスタみたいなこと言って、害もないのに生を奪ってしまってはかわいそうじゃない。 ですが、蝶は主の領域を犯しました。その時点で、狩られる運命になったのではありませんかえこの世はまさに弱肉強食。強い者が弱い者を糧にし成り立っている。ならばあの蝶を我らが殺しても、罪にはならない。 <お> <laughs> そんなの寂しい寂しいうん。 必要なものだけを残した世界って、すごく味気ないと思う。嬉しいとか、楽しいとか、あまりなさそう。では奥様は、蝶を殺すのは罪だと善悪は人によって変わるわ。だからあなたの意見に賛同する人もいるかもしれない。だけど私は、必要ないものも溢れている世界がいいなって思うの。 それに怖いじゃない。こう話してる私も、誰かにとっては不要で、殺さなきゃいけない存在かもしれないだなんて。奥様は、必要です。<laughs> ありがとう。でも、どこかの狐さんにとっては、もう不要な存在かもね。うん ただいま戻りました <laughs> どうしたのエスタ また何か問題が……が、司令官殿あなたには伏せていたのですが以前からスレン様は。 私たちの結婚が無効であると、東ヤ様に訴えていました。な、なんであなたを諦めていないからです。うう嘘でしょだって私はあの時あなたを選んで。私たちは婚姻の誓約書を交わしていない。 その情報を掴んだスレン様が、ついに今日、私たちの婚姻関係を解消させろと、東ヤ様に迫ったらしいのです。婚姻の誓約書それがあれば、王でも婚姻関係を解消させることができないとされる、絶対の契約です。<laughs> じゃあ、今からでもそれを結べばいいじゃない 《誓約書を結べばあなたは本当に私の妻になってしまう》 元からそういう話だったじゃない逃げ道すらなくなってしまうえ <laughs> こんなつまらない空っぽの男に縛り付けられる ヘスト、もしかしてあなたお願いがあります。何？ しばらくどこかに身を隠してください。その間に、私が何とかし、結ばないままでは、何とかなる可能性が低いから、あなたは焦っているんでしょうもしかして、ノールも誓約書を結んでいなかったのは知らなかったんじゃない <laughs> このまま私がスレンに奪われれば、 あなたはノールから罰を受ける。そうだ。たとえそうだとしても、あなたに席はありません。これは私が勝手にしたことでよ。エスタのバカ。 あの。私たちは友達でしょその友達が私のせいで罰を受けるかもしれないのに、黙って見過ごすなんてできるわけないじゃない。それに私、あなた以外にめとられる気はないわ。スレンは特に論外よ。そう。なのですか。 ええ、だって <noise> この国の男の人で一番好きなのはあなただしそもそも他に友達は。 じ、じ、ち、違うのよほら、えっ、ー、と、友達として好きって意味よ、友達として。分かっています。それでも。 私は嘘をついていました。 嘘はいあの夜あなたを守った理由を本当は私自身も分かっていなかったのですなのに分かっているふりをした多分自らのうちに理解できない衝動があるのが恐ろそれが今この時になってようやく理解できました あなたをま、あなたは初めて私を人として扱い、向き合ってくれた存在。そのあなたが、泣く姿を見たくなかった。私は人として、友として、あなたが好きだ。だからこれからも、守らせてくれませんかエスタ こちらこそよろしくねはいはんはん。<laughs> <laughs> うああはは早く書かないとねそうですねいつかこうなるのではと思い用意しておきました 指示していないなのにか不必要と思われることもした方が面白くなると学んだので。 I'm <sighs> mm. <sighs> <sighs> 別に意識なんてしてないわよ。今までと同じじゃない。友達として一緒に寝るだけよ。 許すわけには。 テスト <laughs> <laughs> 起きていたのですか。 それにしてもあなた今どうやって入ってきたの屋上からこの窓の間には。 いくつかの凹凸があります。うんうん。そこに足をかけて壁を伝い降り。ん壁を伝い降り最後の溝に指先を入れて振り子のように反動をつけてから室内へと飛び込みます。 怒っている顔ですね。よく分かったわね。なぜ怒るのですか怒るに決まってるでしょそんな危ないこと二度としないでですが、鍵が。 ずうずしいから言いたくなかったけど、合鍵作ってお願いわかりました。はぁ、あ。 もう、こんな無茶はしないでねやっぱりエスタ怪我をしているのええ少し。 でしたしどこを怪我したの腕を少し。 かすすっただけですあんなに危険なことをしたら怪我をするのは当然よ。今まで気がつかなくてごめんなさい。だから昨日も手に怪我をしていたのね。気がついていたのですか。 私が鍵を預かっていたせいよね。本当にごめんなさい。あなたのせいではありません。でも。私の不注意のせいです。断じてあなたのせいではない。 こんな時間まで起きているなんて何か悩み事でもあったのですか悩み事というか <laughs> <laughs> さらわれてきた女たちの中にハルって子がいるの、はああ あの宿舎を出た方ですね。そう。あの子がナズラの男に恋をしたと打ち明けてくれた時、シャルはひどく罵ったの。二人の仲が悪いままなんじゃないかって、ちょっと心配で。 シャル殿でしたら最近は落ち着いている様子なので大丈夫ではないかと。あなたはどう思うどうとはあなたの前でこういうことを言うのは気が引けるのだけど、ナスラの人間は私たちにとっては敵とも言えるじゃない そういう風に、かつては敵と思っていた人間に好意を持つのは、やっぱり裏切りなのかしら。<laughs> <laughs> 変なこと聞いちゃったわね。今のは気にしな。い。私には裏切る国がないので分からないのですが、個人的な感覚で言うと、人と人が優しさを持って接したとき、好意を持つようになるのは自然なことではないでしょうか。あなたと出会い、私はそう学びました。 裏切る国がない私も元は他国の人間そして奴隷でした。 《<え>はいナスラの市場で売られていた奴隷です》《そこにたまたまノール様が通りがかって私を買ってくださったのです》 あの時ノール様が引き取ってくださらなければ、私は殺されていたかもしれない。失礼だけど、あのノールが人助けをするなんて驚きだわ。私は助かったと感謝していますが、ノール様には私を助けたおつもりはないと思います。どうしておそらく、同郷のものが売られているのを見て、ご自分が貶められている気がしたのでしょう。 ノール様はご自分を構成するすべてに誇りを持っていらっしゃいますから、その一つである民族の誇りを害されたと感じたのかもしれません。エスタはノールをよくわかってるのね。ノール様は私が使い物になるまで主としてあらゆることを教えてくださいました。共にいた時間が長ければわかるものもあります。 はあ、なら《知らなかったとはいえ私ひどいことを言ったわあなたも無理やり連れてこられた人間だったのに》《今はこの国のものとして生きていますから》 他のナスラ人と同じです。あなたが気に病むことはありません。 そういった半生ゆえにか、私はあまりどこの生まれかは気にならないのです。わ、はは、大雑把なくくりね。今はノール様と、あなたと、それ以外の人間です。嬉しいけど、なんか、ノールと並べられるのは複雑な心境になるわね。いえ、並んではいません。 あなたとノール様では、私の中での位置づけが違いますから。どう違うのあなたは、私の好きな人。あ、ありがとう。ん <laughs> どうしましたな、なんでもないわ。<laughs> ああありがとうエスタうんあなたのおかげでナスラに来た意味が分かった気がする私は何も。 あなたの存在と言葉が私に道を示してくれた。私も感謝しています。あなたは私に感情という素晴らしい宝をくれた。まだ慣れていないので、激しい感情であなたを傷つけてしまわないか不安になる時もありますが。<laughs> エスタでも激しい感情を抱く時があるのいつも冷静に見えるから想像できないわ。 この部屋にいるときはいつもですよ。いつも友人であるあなたへの行為が大きすぎて自分でもどう処理すればいいのかわからない。などというのは迷惑ですよね。 <noise> <noise> 迷惑なんかじゃないわ私もエスタが好きよ友達としてよかったではこれからも好きだと言ってもいいんですね 好きです。あなたのことがどうしようもなく好きだ。 嗯，嗯嗯。 後で仕事場を覗いてみようかしら。 あ今帰っええた, <laughs> ただ今帰りました。 なんでどうしてそんな傷ほら言っただろう私の妻が驚いてしまうから着替えていくと。 <laughs> 着替えは後ほど持ってまいりますさあ 心配しないでください不注意で転んでしまった時に <laughs> 全身を打っただけです 教えて、エスタ本当は何があったの何もありませんただ転んだだけですあっ <laughs> 奥様、そろそろエスタ様を休ませてあげましょう。今のエスタ様に一番必要なのは、休養です。そうね。 スン、正直に答えてほしいの何でしょうエスタは エスタは、どんな仕事をして、あんな風になったのそれにあなたからも、たまに血の匂いがする。あなたも同じように怪我をしているんじゃないの多分、ノールの補佐以外の仕事をして。<laughs> お願い答えて。 どんな危険な仕事をしたらあんな。奥様も、本当はもう。と、ゆうひみ。奥様は賢い方だ。だから本当はわかっていて、それでも認めるのが恐ろしいから。 私に聞いていらっしゃる。仮に私の予想が当たっているとして、すぐは正解だと言ってくれるの言えません。言えば明日からエスタ様をお迎えに上がるま、 ありがとう。何に対するお礼ですか言えないのに、エスタをあの状態で連れてきてくれた。きっとエスタは私にバレないように違う場所に運べと指示していたのでしょ。命令を無視して連れてきたのは、 あなたが私に悟らせたかったからだわ。今も危険を犯してまで私と話してくれてる。 あなたもエスタと同じ、優しい人ね。そう感じられるのだとしたら、エスタ様と同じく、私もあなた様に感化されたのかもしれませんね。 あなたがそうまでして私に伝えたのは、急を要する事態になったから。例えばの話です。あくまで、例えば。 生まれたばかりの赤子が目の前にいて、王のために殺せと命じられたとします。私はそれを顔色一つ変えずに実行できる。私たちは罪悪感も、慈愛も悲しみも持たないように教育された存在だから。<あ> <laughs> 奥様ならば、 ここまで言えばお分かりでしょう。エスタを救いたいという私の願いは、あなたたちから上司を取り上げることになるのかしら。どのみちエスタ様は、そう長くは闇の中では生きられない。近い。終わり。 奥様は私たち正直に言うと恐ろしいわでもあなたたちが恐ろしいわけじゃないと言いますと ノールは冷酷な人だけど、無駄を嫌う合理的な思考の持ち主でもあるわ。そのノールがあなたたちを集めたのは、そうしなければ、女たちを守りたいという東野の意向を反映できなかったからでしょ。そういう今の世であなたたちを糾断するのは、さらわれたルスの女たちに悲惨な目に遭えと言っているのと同じだわ。だから、怖いのはあなたたちじゃない。 あなたたちを動かす命令の方よ。でも、だからといって、あなたたちの行為を認めることもできない。祭り事が綺麗事だけではうまくいかないのはわかってるけど、ごめんなさい。私はどっちつかずで、ずるいわね。 いいえ、そういうあなた様だからこそ、私は託してみようと思えた。託すこういう言い方はおこがましいのでしょうが。あなたは、エスタが好きなのね。奥様はもうわかっていらっしゃると思いますが。 エスタ様はご自分で気がついていないだけで、本当は、とてもお優しい方なのです。私を含め、他の者を、何度あの方に命を救われたかわからない。だから私は、あの方、たとえ死が、私たちに与えられた役割の一つでも、 死ぬことが役目だなんておかしいわ。それが私たちが受けた教育で常識なのです。だから仲間のうちの誰が死のうが私たちは悲しまない。私たちは王のために息をする。 駒を来る手を止められるとしたら。エソラごとだ。と以前の私でしたら言ったでしょう。けれどあなた様には、どうしてだか勇気になれません。すべてを可能にしてしまう力があるのではないか。そんな押しつけがましい期待すら抱いてしまう。 申し訳ございません。むしろ私はお礼を言いたいわ期待されるの結構好きだから行ってらっしゃいませええ行ってくるわ おや、今日は珍しい鳥が入ってきましたね良い声でさえずりそうだ今日エスタがボロボロになって帰ってきたの。 あなたはどうしてだか知ってるさあどうしてでしょうね転んだんじゃありませんか それを見て思ったんだけど、あなた、エスタに危険な仕事をさせてるんじゃない例えば、人に言えないようなこととか…仮にそうだとして、あなたに文句を言う権利がありますかね彼は私の部下だ。どう使おうが勝手でしょ 認めるの私を糾弾したければご自由にどうぞその場合彼は明日の朝日を拝めないでしょうけれどあなたにしては陳腐な脅しね鳥でもわかる優しい説明でしょ エスタが死んだら、あなたも困る。ええ、困るでしょうね。彼よりも優秀な補佐はいませんから、代わりの者のでは多少の苛立ちを覚えるかもしれない。あなたは人の命を何だと思っているのもちろん。 人の命は尊いものだと思っています。とでも言えば、あなたは満足ですか残念ながら、私にとっては人の命も鳥の命も変わらないんですよ。虫は鳥に食べられ、鳥はもっと大きな他の獣に食べられ、その獣は私たち人に食べられる。 それと同じことが人間というくくりの中でも起きているだけだ。所詮この世には利用する者とされる者しかいない。こう言うと、あなたのような正義感を振りかざした人間は私を残酷な人間だと指さすのでしょうが。 いいえ、私はあなたを幸せな人だと思うわ。ほうすべてを図式でしか考えられないあなたの中には、きっと深い悲しみもなければ失望もない。それはある意味幸せなことだわ。 でもとても哀れ哀れ。 ええ。悲しみがあるから喜びがある。その一方を排除したあなたには、胸が震え、涙を流すほどの喜びはないのでしょうね。だから私は、あなたを哀れむわ、ノル。はあ さすが。友人の代わりに身を差し出した女性は言うことが違いますね。死をも恐れないほどの慈悲深さに涙が出そうですよ。 あら、泣くほどに聞き入ってもらえたなんて嬉しいわ。私の言葉は全て鳥のさえずりに聞こえていたようだったから、試しに本物の鳥でも用意してこようかと思ってたの。いやはや、あなたは本当に素晴らしい女性ですね。胸どころか腹たまで震えてよじれそうですよ。褒めてもらえて光栄だわ。 うん、はあ <laughs> 私を憐れむほどお優しいあなたですから 当然哀れな私を助けてくださるのでしょうね鳥頭でも良ければいつでも手伝うわよ。 それは頼もしいですね。ちょうど今困っていることがありましてどんなあなたも知っての通り この国には陛下のご意向に賛同しない者が多いその筆頭が大臣であるオルテです彼は王家の次に古い血統を持つ貴族でして周囲に与える影響力は時に私をもしのぐつまりあなたにとっては目の上のコブええ そそれこそエスタを使いたいところですが彼の持つ影響力も失ってしまうのは実に惜しい味方になってくれればこれ以上ない戦力になると思いませんかただの女である私に大臣の説得ができると おや、嬉しいですね。無償件での取引に応じるほど、私が優しい人間に見えたようで。<laughs> 欲しいものがあるのなら、あなたからも差し出してください。大臣の誓約書を私にくれたなら、望むものをあげましょう。その望みが。 エスタに裏の仕事を辞めさせることや女たちの解放でもええ何でもあなたが約束を保護にしないという保証は 安心してください。私は約束を保護にするのもされるのもなら契約成立だわ。 《「ロール」》面白いあなたがここまで興味深い人間だとは知りませんでした。 そんなには興味がないんでしょう。あなたは思い違いをしているどんなただの女性には興味はありませんがあなたのような気が強い女性は たまらなく屈服させたくなる <laughs> 契約は成立したのよね。 期待していますよ失礼するわオルテ大臣の説得を そうすれば女たちを解放するとノールが約束してくれたのオルテ大臣は己の信念に従って行動する方です他者の言葉では動かない。 難しい勝負なのは分かってるわ。それでも、みんなを解放するためにはやるしかないの。<laughs> そうですね。あなたにもルスの皆さんにも、帰るべき場所がある。 あなたの悲願が一日も早く叶えられることを祈っています。ありがとう。私、頑張るから。